はい、こんばんはでいいの？こんにちは。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 こよろく。こよろく。こよろく。今日のゲストは？今日のゲストは、なんと、ついに。ついにな。ついにやな。ついに？川端。その名前。その名前なんていうの？あさみです。川端あさみさんです。へぇー。川端は結構こう異色の経歴の持ち主で、そうね。そう、意外とファッション畑かと言われたら、実は最初元々そうじゃないんですよね。はい。元々は、今、特にコロナってこういう状況で、やっぱね、大変、皆さん大変されてると思いますけども、業界の、看護師さん、出身なんです。それがなんでまた、その、看護師っていう業界をあえて辞めてファッションの世界に飛び込もうと思ったわけ。結構小さい頃っていうか、小中から服は好きで、うん、鹿児島の田舎出身なんですけど、はい、田舎の洋服屋さんって本当にいい服置いてないんですよ。はい、あら、今ちょっと鹿児島アンチだったけど。仙台ですね。薩摩仙台市プラッセ。めっちゃ今、牛が歩いてるらしい。なんだその薩摩仙台市。牛が歩いてるらしい。でも、プラッセは、うん、鹿児島、私の地元の日脇とか、うん、その辺の人たちからしたら、うん、ファッションセンタービルというか、うちの地元でいうサンプラザみたいなもん。あ、でもそんな、なんか、下は新鮮な食事を売ってて、はい、食材を売ってて、うん、上がそういうファッションセンターみたいな感じ。イオンみたいなもんですね。いや、もうちっちゃいんですよ。そんな大きくない。イオンと思ったらあかんね。当時はそこで洋服を買ってたわけ。はい、でも買わないことが多くて、ここで服を選びなさいって言われて、選べなかったんですよ、ずっと。はい、で、お母さんに、なんで選ばないのって言われて、いや、なくてっていう感じやって、でもなんかその時服が好きっていうのは気づいてなくて。で、ただ、マザーテレサの本読んで、まあ、こういう人になりたいなって母に言ったら、じゃあ看護師になればっていう流れもあって、高校生から看護師になったんですけど、いざ高校生になると、やっぱり服が作りたいって思いがすごい強くて、学生そんな思いの中、後先やな。でもそんな思いの中、正官も、っていうか正官本心の資格も取って行ったわけ。はい。だってやっぱりもう、そのレールやもん。そう。いやいやけど、高校に入っちゃったら、それ以外の選択肢はないもん。だけどさ、半分は服作りたいっていう、服が好きっていう気持ちと、うん、半分は看護師の道に進まなければいけないっていうのは半々なわけやん。そうや。半々でもないかもしれん。結構まあ、それが強かったんじゃない？いやけど。でもないねん、そのレールの上に服を仕事にするっていう方法は。で、鹿児島ってなかなか服を仕事にしてる人いないんで。うん、で、いざまあ看護師さんになりました。はい。そのお給料とかもらうじゃないですか。はい。となった時に、服はその、福岡とか行ったわけ？いや、そんなにお金もないので、うん、だから、なんか作ったり、うん、あとは古着屋さんを一生懸命探して、うん、そっからなんか着方もちょっと変な人だったとは思います、当時。うん、結構監獄学校みたいなところに暮らしてたので、うん、寮で、家電も持ってっちゃいけない中、ミシンだけ持ってって、デニムを脱色したりとか、なんかみんなに変わってるみたいな感じだった、うん、時期はありました。まあ、変わった子だったと。まあ、それは今もですけどね。ある意味変わってるよな。はい。なんつうかな。ショックや。まあ、ほんで晴れてというか、まあ、その S モード、玉木と一緒の S モードに入学して、まあ、卒業して、はい、うちに入社したわけですけど、はい、はい、じゃあそこで、そのアパレルの道に進むって決めて、初めて入社したのがうちってこと？そうです。今度卒業してきたもん。そういうことやね、うん。他のアパレルを経験せずに来た人やもんな。そうです。世の中のアパレル知りません。はい。はい、困ったなぁ。困ったよなぁ。いや、でもなんか、はい、私の中では、すごい輝いてたっていうか、はい、一番やりたいようなことが全部してある場所だったんですよ。高校生の時に話してたことが全部ここにあって、それでしかもストイックに作ってるこの姿勢が、なんかもう、
絶対来たいなって思うところではありました。でもほらここだけの話、川端あんまりうちの服好きじゃなかったやん。まあ好きじゃなかったっていうか着ない時期はありましたね。まあまあそれを平たく好きじゃなかったとしてはで、それがちょっとずつその何やろ、心変わりしたきっかけって何？そうだ、あこういうとこ玉木に目の服いいかもみたいな思い始めたきっかけってありますね。それはやっぱりまず、うん、社長が今まで作った服のパターンを全部見た、あ、うん、その今うちの定番のもののパターンを見て、うん、なんか社長の線のシンプルさと、うん、それがうちの生地にすごく合ってる作り、うん、あと縫製の仕様を簡単にすることでその上がりが美しくなるっていうのが、うん、なんか本当にシンプルに簡素にそれがうちの定番としてずっとあるっていうところがなんかストンと落ちて、うん、私も今後服作っていくならシンプルで特にあんまり装飾は必要ないなって思うタイプなので、はい、それをやってる人が社長にいるっていう、うん、玉木はもともとお前でももともとミニマムやもんな、うん、効率主義そんなゴテゴテした服はあまり昔からもその服着なかったやん。まあ中身が大事、もう本当は裸族だから、うん、裸になった時に美しいかどうかが大事だと思ってるから、うん、人間はね、うんうんうん、タイトよりワイドが好きやった人やんな。タイトよりワイドが好きやんな。結構大きい服とか、うん、いや体のラインを出さないのが好き。まあライン、多分体のラインが自分の中で欠点だと思ってるんじゃないかな。でもスタイル悪くはないやん。いや、めちゃめちゃいいです。そう、うん、自分の中では嫌なんやと、うん、コンプレックスなんやな、うん、多分だからこう、うん、面白いシルエットとかの方が楽しいと思うし、うん、なんか堂々としてられるっていうのは、はい、まあまあせっかく川端、そうです、今回川端の話、川端、そうそう、せっかくあの来ていただいたんで縫製チームのリーダーだね。今日はすごかったんですよ。何かあったらまた当たったのカメラで朝朝礼みたいななんかミーティングしてて、うん、夕方もなんか集まってミーティングしてた。まず事件が起きた。今日は、うん、まあ、朝はいつもの朝礼なんですけど、うん、それでまあ終わりきれなくって、うん、夕方したまた。まあ、最近縫製人が増えて、うん、人が増えて縫製できる量もアップしてきて、うん、だけどやっぱり新しい人も多いからミスも増えてきてるんですね。うん、それをなんだろうみんな。シンプルに言い合えたらいいんだけど、うん、どっか遠慮してたりしたりして、うん、なかなかそれがうまく回ってない状態だったんですよ、うん、でそしたら今日、うん、やっぱりもう一回服の作り方、うん、作品をお客様に届けるにあたって、うん、自分たちの納得のいく完成度のものを上げようっていう意識を高める会っていうか、うん、それをいい会じゃん、すごいそれをして、うん、そしたら3人泣いて、うんそのうちの一人で私も泣いてるね、もうリーダー泣いてるから、ほらみんな泣くわ。なんで泣くの？なんかね、すぐ泣く。本当ね、感情がこう感極まってきたら泣いちゃう。大概変わってきますか。あ、そうですか。気になる。次その前が上田さんやったんですけど。上田も泣いた。そう、上田さんは多分今までいろいろあったっていう、なんかこう元気な人なんですよ、すごく。はい。でそれだけど。こう今までの自分のことをなんか急にみんながやっぱり反省とかいろいろあったから自分のことのように捉えたし、私もそれですごい自分のことのように捉えて、でもチームとしては良くなりたいし、自分としても技術者としてどんどん腕を磨いていきたいっていう思いが溢れて涙出ました、号泣した、号泣しながら熱く語った。でそしたら最後片竹さんも、片竹さんも泣きながら、うん、もっとチーム、はい、みんなでよくしてこうぜと、そう、なんか熱いな、熱いな。そしたら新しく来た小泉さんがもう最後の方のインパクトが強すぎてみんなが何喋ってたかも覚えてないです。はい、よかった。まあまあ結果的にいいような悪いようなでもまあいいことですよね。いやでも話し合いは大事よ、うん、やっぱりなんかちょっと気持ち悪い、遠慮はあるし、うん、人って他人だから、でもそこをやっぱり腹割って喋る。でもさ、涙ながらにミーティングする会社もなかなかないよな。結構あるよ。うち結構泣くし多いです。ねえけどよ。
女はね、よそ見たらさ、もっとこう、もっと簡単にしてるよね。そうそうそう。うち結構泣いてるし、怒ってるし、笑ってるし、なんかね、喜怒哀楽がちょっと日々日々。まあまあ、とてもいいことです、はい。まあまあ、そんな川端ですけども、うん、楽しい。今後の目標みたいなのはありますか？そのそうだね、今日の事件、まあ、その法制チームを含め、だから玉城新芽をこういうふうにしていきたいな、みたいなのもしあれば。そうだね、最後に。チームとしては、はい。今本当にどんどん伸びていってるチームだなと思ってます、はい、人間力も、はい、技術力も、はい、このままみんなすごい向上心が高い人たちやから、はい、技術としてお客さんに届ける作品をもっとクオリティを高くしていきたい、うん、で自社で縫えるものを増やしていきたいし、うん、うちって本当に突拍子がないんですよ急に仕事が降ってきるけど、うん、それを難なく対応できるチーム力が今あるんです、うん、技術力があるけど、うん、さらにそこを強化していきたいなと、はい、だからうちの一点物ってところにどんどん当てはまっていきたいなと思っています、はい、で川端個人としては、はい、やはり服作りってところをもっと深掘りしていきたいなと思ってます、うん、はい、フワオール、フワロング、なんか社長が初期に作ってる定番っていうのはシンプルですごく美しいなと思うんですね、うん、あれって生地が乗ると全然表情が変わるんですよ、はい、そういう服を私も世の中に出していけたらなと思っています。そうですね、あなたもね、生地からデザインしたらいいからね、うん、そうか、私そうだもん、生地デザインしてから形作った、うん、だからそこが繋がってるから、うん、収まりがいい。まあ多分聞いてる人は、うん、そのほら、いろいろいろんな取り方を多分これすると思うけど、うんうん、あ、こういくかな、ああいくかなと思うかと思うと思うけど、うん、皮は硬いんですよね基本硬いので、硬いの？そうそうそう、硬いから、今後はお前硬くないやつ、硬いというか頑固やけど、川端は硬いから、いや、いいところたくさんあるけども、そうだ、ね、ちょっと硬いところがあるから、そこがもうちょっとこう柔らかく柔軟になれば、多分自由な表現がもっとできていくのではないかなと、うん、やっぱ傍目からは見てるよね、うん、そうなっていってほしいなっていう、こう思いも込めながら、思いを込めて今日の回としたいと思います、はい、というわけで今日は法制チームリーダー川端でした。川端でした。じゃあね、バイバーイ、さよなら。めっちゃ長くないですか何分じゃなかったのちょっと長いね。